の中ではさ、ちょっと最高峰どころかさ、なんか双極より難しいんじゃないかみたいなとこあるよね。嘘でしょ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 、本当にもう、あーもうコンテするよ、もうふざけんな、もう、あもうかつてないほどの恥ずかしいクソ降臨だった感。はい、お疲れ様でした。もうやりたくない、もう二度とやりたくない、うん、もう二度とやりません、こんな降臨、うん、はい、まあとりあえずねスカーレット取ったんで、まあ、いいです、もう石なくなっちゃった、あそっか石1個もらえる、え、あ俺、あえウルズ俺進化させたことなかった、全然育ててねえな、我ながら恥ずかしい、うん、火だもんね、使わないよ絶対、まあ一応お気に入りしとくけど、てか進化後で落ちるのな、ウルズこれ進化後だよね、何これ、もうなんか絶地獄、あそうか一応絶地獄だからか、はあ、うん、そうだな、感想としては、うん、この降臨チャレンジ全部あるけどどれよりも木には厳しかったね、だってあれだもんね、4階でクラーケンでキー全体バインド、5階でヘラ、アゲアゲヘラウルズか究極ヘラ、まあどっち出ても木には辛い、まあ究極ヘラに関してはダメージ軽減入れないと無理だし、うん、スカーレットに関してもね、やっぱダメージが半減っていうのと、半分切ると、半分切ってから殴ろうと思ったけどちょっと、うん、リーダーフレンドがねバインドされちゃって、それもできず死んだと、でしかも2回ものコンティニューして、うん、相当心にくるなこれは、うん、まあちょっと忘れますこんなの、うん、ちょっと忘れてなんかやろう、なんかやろうって言ったけど、ちょっと双極とかやってもどうせまた負ける気がするんで、まあ今日はこの辺にしときますかね、うん、なんか超ダサかったけど、うん、まあ、仕方ない、うん、攻略動画じゃないんでね、まあなんなりしてください、コメントでもなんでもしてください、うん、ではこの辺で終わります、はい。